前回のあらすじ。上司からエクセルの住所録を渡されたちえり。しかし住所録は不備だらけだった。果たしてちえりは定時までに住所録を直せるのか。さて、前回の動画では住所を都道府県とそれ以降に分けるところまでやったのじゃ。今回は郵便番号と電話番号を直していくぞ。まずは郵便番号の列をよく見てほしいのじゃ。明らかに桁が少ないものがあるじゃろ。北海道や東北地方には0から始まる郵便番号があるのじゃが、エクセルによって0だけ消されてしまったのじゃ。中には00で始まる郵便番号もあって5桁になってしまっておる。なんということじゃ。これを直すにはセルを右クリックして、セルの書式設定を選び、表示形式を文字列にするのじゃ。そして先頭に0を入力すれば、ほれ、0が消えずに7桁になったの。しかしこれを一つずつやっていくのは骨なのじゃ。一度にパーッと終わらせたいものじゃの。そこでわしはこの関数を使うのじゃ。レングス関数は前回も出てきたの。新しく出てきたのはリピート関数じゃ。郵便番号の文字数が7桁になるまで0を繰り返す。郵便番号を表示するとなっておるぞ。ほれ、これで全部の郵便番号が7桁になったのじゃ。やったのー。この郵便番号をテンプレートに値貼りするときは、セルの書式設定を文字列にするのを忘れるでないぞ。また0が消えてしまうからな。値貼りのやり方は前編を見てほしいのじゃ。剣のちえりチャンネル。さて、次は電話番号じゃな。残念なことに全角と半角が混ざっておる。これを全部半角にせねばならないのじゃな。というかこっちは0から始まっているのに、しっかりと0が表示されておるではないか。郵便番号の方も最初からやっておいてほしかったわ。ふん、怒っても仕事は終わらないのじゃ。さっさと片付けてしまうぞ。全角を半角に直すのは簡単なのじゃ。いくぞ。ほれ、なんとこれだけでいいのじゃ。簡単じゃろ。アスキー関数を使うと全角の文字は半角にしてくれるし、半角の文字はそのままなのじゃ。これですっきりしたの。逆に半角を全角にしたいときはジス関数を使うのじゃ。文字化けしやすい半角カタカナを全角カタカナに直すときに使うかもしれないぞ。覚えておくといいのじゃ。さて、郵便番号の時と同様に、この電話番号をテンプレートに値貼りするときはセルの書式設定を文字列にするんじゃぞ。また0が消えたら大変なのじゃ。剣のちえりチャンネル。全部のデータをテンプレートに値貼りして、じゃじゃーん、よーし、できたぞ。完璧じゃ。時間は、おむ、1時間もかからずにできたのじゃ。これで定時に上がれるぞ。ちえりさん、お、ちょうどいいタイミングじゃ。住所録をテンプレートに貼り付け終わったのじゃ。どうじゃ、完璧じゃろ。ありがとう、さすがちえりさんだね。次はこのデータをね。これはさすがのわしでも定時に上がれないのじゃ。ちゃんちゃん。さて、わしのエクセル講座はどうじゃったかの。残念ながらわしは定時に上がれなかったが、こうやって工夫すれば作業時間が大幅に短縮できるのじゃ。何かエクセルで作業をするとき、もっと簡単にできないかな、どうやったら楽にできるかななどと考えて、自分から調べる癖をつけるとどんどん仕事が早くなるぞ。仕事が早い先輩にやり方を聞いてみるのもいいのじゃ。え？その分仕事量が多く振られるようになったって？適度に時間をかけて作業することも大事じゃぞ。この動画が役に立ったとか、仕事ができるちえり様素敵と思った
励みになるのじゃ。それじゃ、次の動画でまた。